脂っこいものはまずあんまり食べてないなっていう、見ててそう思ったし、あとは次の日練習があるって聞いて、一滴もお酒も飲んでなかったし、食べたいもんばっか食べてたし、やっぱそういうところから、変えていかないと。食生活を見直し、試合の時の栄養補給はグラム単位で管理するようになりました。さらに体のケアもプロ選手を参考にしました。専属トレーナーと共に国際大会を回り、試合後のマッサージにはこれまでの2倍の時間を当てました。専属トレーナーの森本明文さんは、世界ランキング1位の桃田選手にさらなる可能性を感じていました。僕初めて帯同したインドネシアオープンで彼は2回戦で負けたんですけど、泣いててボロボロに泣いてやっぱ悔しいし、でホテル帰ってきて治療中もルームメイトとあのバドミントンの試合をずっと見てて、本当にバドミントン好きなんだ、もう悔しいんだなっていう、その悔しさがあって伸びる選手を見るので、なんとかしてあげたいって思わせる選手ですね。桃田選手はトレーナーの助けを借り、良好なコンディションを維持しながらシーズンを最後まで戦い続けました。まだまだ強くなれる、自分の可能性を信じる桃田選手に慢心はありません。しっかり結果を残すことができれば、自分の人生も変わってくると思いますし、一つ一つの練習の中でどれだけ自分が意識できるか、やっぱり、目的もなしに、練習しても、同じだけ時間は過ぎると思うので、どれだけ自分のものにできるか、もっと強くなりたいっていう、シンプルなんですけど、そこの気持ちは強いかなと思います。